はい、次は牛乳について、牛乳についてお伝えしていこうと思います。子供が、保育園から上がって小学校とかになってくると牛乳が出てきますね。牛乳、給食で牛乳が出るのって僕大っ嫌いだったんですね。なんで、こんな美味しいご飯とお魚と、豚汁、豚汁、で最高のメニューなのに、なんで牛乳なんだと、牛乳と和食が合うのかと、牛乳とラーメンが合うのか、牛乳とカレーライスが合うのかと、頭がおかしいんじゃないのかなと思ってました。私ずっと子供の頃ですね。まあでも牛乳が出てたので、とりあえず牛乳を飲んでましたが、それは大きな間違いだったとやっと気づかされましたね。私の母はどっちかというと牛乳、あまりお家には置かないタイプだったんですけれども、結論から言います。牛乳は飲むなと、牛乳は飲むなっていうことですね。その理由を、いろんな観点からちょっと今回はお伝えしていこうと思います。子どもの、成長のためにはカルシウムがいると。まずはカルシウム説からいきますね。カルシウム、1つ目、牛乳を飲ませたい親の勘違い、一つ目ですね。成長のためにはカルシウムがいる、だから牛乳を飲まなければいけない、牛乳はカルシウムが豊富だから取りやすいし飲みやすい、楽だからとりあえず牛乳を飲みなさいと。まあこれは国でも言われているし、まあ、しょうがないことだと思いますが、大きな間違いです。体の中にカルシウムを取り込むためにはマグネシウムが必要になります。マグネシウムですね、マグネシウムっていう他のミネラルが必要になります。牛乳はこの比率、この比率が、1対1だったら、1対1ならすごく上手に、体の中の栄養素として取り込めますが、カルシウムは、この牛乳はカルシウムが多くてこっちが少ないような状態になってますので、うまく体の中に吸収できません。吸収できないなら意味がありません。はい、なので、カルシウムは牛乳だけであれば上手に吸収することはできませんので、そもそもですね、カルシウムを取るために飲むっていうのが間違いです。2つ目が、乳糖という問題があります。乳糖不耐症っていうお話聞いたことあるでしょうか。乳糖不耐症っていうものがあります。読んで字のごとくですね、乳糖って言われるものに耐えられないっていうものです。耐えられないっていうものですね。牛乳はカゼインっていうものが含まれてます。カゼインっていうタンパク質ですね、そういったものが含まれてますが、それは人間の体ではなかなか吸収することが難しいです。母乳はカゼインが入ってますが、母乳はカゼインが入ってますが、あれはベータカゼイン、ベータカゼインって言われるものです。なのでうまく体の中に吸収することができて、赤ちゃんはすくすく育っていきますし、あのちっちゃい頃はそれを分解する酵素っていうものも体の中に含まれてますので、元気にすくすく、ちゃんと吸収して育っていきます。ただ大きくなったらその酵素は失われていきますし、そもそも牛乳の中に含まれているカゼインはアルファカゼインって言われるものになりますので、体の中には吸収はほとんどできません。お腹がキルキルしちゃう人、牛乳飲みすぎてお腹ピーピーになってキルキルしちゃう人は特にこの症状が強いです。なので牛乳を飲むっていうのは、そもそもの間違いっていうところですね。で3つ目は、そもそもの話ですね。牛乳って何から作られるかっていうところです。牛乳は、牛の血液から作られていきますよね。牛の血液、母乳もそうです。お母さんの血液から母乳になって出ていきます。牛乳も牛の血液から作られていきます。3つ目は摂理に反してっていうところですね。人の摂理に反して、摂理って字合ってる。例えばライオンとかが、他の動物のおっぱいを飲みに行くのかっていう話ですね。そもそも、ライオンがお腹空いたから、とりあえず私のおっぱいじゃなくて、シマウマさんのおっぱいを飲みに行きなさいと。シマウマっておっぱいあるのか分かんないですけども、そんな形ってありえないですよね、この自然界で。
そういった話ではないはずです、なぜではなぜ牛乳がここまで広がってきてしまったのかっていうところもお伝えしていこうと思いますが、牛乳が広がっていったのは、国の政策です。国の政策、アメリカで、戦後小麦が余ってもういらなくなった小麦をとりあえず日本に持ってきました。日本に持ってきて、売ったわけですね。日本人とりあえず小麦でも食っとけと。でそんな時に小麦に合うのは何かっていうところで国が進めていって酪農っていうものを作って牛乳ですね、牛乳っていうものを販売して、小麦と牛乳、牛乳もしっかり飲むことで元気に育っていきますよと。そんな形で、無理やりですねアメリカだったりとか日本政府の策略によって広められていったものが牛乳です。他にも牛乳は、大事な話を忘れてました、ごめんなさい。アレルギーだったりアトピーですね、アレルギーアトピーを引き起こしてしまいます。これは腸の中でうまく吸収することができなくなってしまうとすごく負担がかかってきてしまって、リキガト症候群って言われる、腸の網がですね、腸の中の細胞の間の網から飛び出てしまって炎症を起こしてしまったりだとか、すごく腸に負担をかけてしまう。そうなってくるとアレルギーアトピーっていうものにつながっていきますよっていうところも言われてますので、もうマイナスのことばっかりなんですね。マイナスなことばっかりなんですね。いいところといえばですね、いやー何かな、いいところといえばお風呂上がりに飲む牛乳は美味しい気がしますよね。はい、美味しい気がします。私もお風呂上がりの牛乳とか実は嫌いではないですね、むしろ好きですね。まあそんなにいっぱい飲む方ではないですが、たまに飲むならそれは別に否定しません。1週間に1回とかちょっと飲むぐらいならいいと思いますが、牛乳をカルシウムを取らなきゃいけないから飲まなきゃいけないとかですね、体にいいから飲まなきゃいけない、健康のために飲まなきゃいけない、そういった形で牛乳を買う摂取するっていうのは大きな間違いです。大きな間違いですから、それは取らないこと、そして、給食とかになっていくのであれば、牛乳なんて無理して取る必要ないですから、麦茶だったり、そういったものに変えてもらえるなら変えてください。私は子供が大きくなったなら別に牛乳なんていらないかなと思いますので、麦茶にしといてくださいって伝えると思います。はい、そんな形でですね、牛乳っていうものを捉えていただけるといいかなと思います。わからないこととか気になること、ご意見あれば、コメント欄 LINE アットの方からいただければと思います。本日は以上です。あ、ごめんなさい、補足です。それでも牛乳を飲みたい人は、まあ牛乳より本当は豆乳がいいと思いますが、それでもどうしても牛乳が飲みたいって方はマグネシウムを一緒に摂ってください。これマグネシウムですね、サプリメントがありますので、こういったもの液状になってて、天然のものでマグネシウムっていうものを一緒に摂れるならまだマシです。まあ乳糖不耐症の問題があるので体の中にはうまく吸収できないでしょうけれども、まだこれを摂るのであればマシですから、マグネシウムを一緒に摂ってください。さっき言ったようにカルシウムとマグネシウムがうまく一緒に摂れないとバランスが取れませんので、ちゃんと吸収できませんから意味がないので、しっかりマグネシウムっていうものを摂ること、これをおすすめしています。はい、補足説明でした。はい、 YouTube をご覧いただきありがとうございました。下の概要欄から LINE アットにご登録いただくと3つプレゼントをお渡しさせていただいております。1つ目、初回1980円で、トイレの施術を受けられます。1つ目、カウンセリングが無料。3つ目、お得情報っていうところが、あります。あとは私の可愛い息子の写真がたまに送られてくるかもしれません。はい、ぜひ LINE アット、ご登録お願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。